はい、じゃあキラキララビリンス行こうか。うん、それならもう昨日やっとけよみたいな話はあるよね。ライオンちゃん、今日はアトラクションに挑戦ですね。皆さんの期待に応えなければ。ここら辺も抱えてるんだよな。頑張り山はダメだったけど、今度はどうかな。もうこう聞かないで。俺もユウ先生と同じく決めきれてないから。あ、まあいいか、行こう行こう、セーブしてるし。一人ずつ入った方がいいのかな、こういうのって。でも結局そうだな、俺一人で入ったら園児たち置いていくことになるし、園児たちをこれに一人に行かせるわけにはいかないし、全員で行くしかないな。さて、入場料はメダル1枚、中は迷路になっていて、30分でゴールできたらメダル5枚だ。そうだったね、日向。なんかちょっと不気味だけど、こんなの略称だぜ。ふん、やるならやるで、こんなクソゲーさっさとクリアしてやる。メダル1枚。あ、ハエテ、一人で行っちゃダメだよ。ま、待て、俺が一番に行くつもりだったんだぞ。私ならできる、私なら大丈夫、参ります。ちょっと待って、ユウ先生より先に行っちゃダメだって。大変だ、みんなを早く追いかけないと。キラキララビリンス。うん、うわ、すごいなこれ。普通にアトラクションとして楽しそう。鏡？いや、でも俺の姿は映ってないな。まあいいか。先に行っちゃったみんなを探しながら、俺もクリア目指そう。鏡じゃないってこと？それともなんかの伏線ってこと？俺が映ってないのは。鏡の中に自分がたくさん。本当の自分はどれでしょう？本当の自分？そもそも鏡に俺の姿が映らないんだけど。ん？スタンプ2つ集めて第一ゲートをくぐろう。スタンプか、一体どこにあるんだ。30分という時間制限は本当にあるのか。宝箱だ。チケット3。ああ、あざっす、ラッキーラッキー。お、スタンプだ。ヤギさんスタンプはこちら。ヤギ座ってこと。もう一つスタンプを集めなきゃいけないんだよな。先に進む扉の前にまずはそっちを探さなきゃ。まず子供たち探そうぜ。本当に映ってないね。とりあえず宝箱が大事。チケット4。おー、いいねいいね。必死に肉体労働で稼いであるのがアホらしくなってくるね。お、スタンプある。チケット2。チケット取り残したくないな。狼スタンプ。狼座ってあったっけ。誰だ今のシンタの声。シンタ大丈夫？何かあったのか。近くにいるはずだ、探そう。シンター、シンター、どこ行ったの。シンター、あんた、シンちゃん。長いな道が。マジでラビリンスだな。結構取り逃しとか考えると、なんか取り逃してんじゃないかって気持ちにさせられるな。いや、ループしてるこれ。違う、気のせいか。いや、なんかここ通ったよな。ループしてない？ずっと下に行って空いてる宝箱が出てきたらループしてるっていう扱いかな。うん、ループしてるわ。めちゃくちゃ広いように見えたけど、構造的にはループしてるだけだわこれ。この長い一本道とかね。うわー、混乱するなこれ。そしてシンタはどこ行った。こっち行って、あ、いたいた。違う、うるさい。俺はヒーローだ。そんなのは俺じゃない。シンタどうしたんだ。そんなの全部一人でできる。俺は強いから。うわぁ。シンタは自分が映ったんだ。多分本当の自分が映ったんだな。弱い自分というか。この鏡に何か見えたのか。もちろんシンタ自身は映ってたけど。っていうか、俺の姿は映らないのに、シンタの姿は映るってどういうことだ。
進むにしてもシンタを追いかけるにしてもこの先に行くしかないな。あ、そういう方がユウ先生には分かりやすくていいね。勝手に鍵が外れたみたいだ。どういう仕組みなんだこれ。でもこれで先に進めそうだな。赤と緑がある。問題を探し出し第二ゲートで回答せよ。先に進むためにはまず問題文を探してからその答えを扉の前で言えってことかな。じゃあ問題を探さないとダメなのか。ん？ここは開くの？開く。開きますが、うん、まあこのなんだろう、迷路を通りながら問題文を探せばいいのかな。青、赤、青。ああ、これが問題文じゃん。ラッキー。問題！このエリアの色付き扉の色は全部で何色あるでしょう。黒はカウントしません。うん、数えて回るしかないね。色付き扉っていうのはこのエリアにあるカラフルな扉のことだよな。は、は、ちげえよ。あ、ハエテは一番ありそう、裏が。今のハエテの声だ。いるのか、ハエテ。シンタと同じように。鏡に何かを見てるのかもしれない。探さなくちゃ。これ30分ってリアルタイムと一緒なのかな。扉の色赤があって、赤青で今水色もあったけど、まあそれは置いとこう。赤青、赤緑で黄色、赤緑黄色、おお10枚、赤緑黄色緑、赤緑黄色青紫水色、多いな。分かんなくなってきた。ん？やめろ、違う、待てって。別に好きでやってるわけじゃ。颯、大丈夫？クソ、勝手なこと言うな。そんなのが本当の俺なわけ。やめろ、黙れよ颯。とりあえずここの先の問題解かないといけないね。じゃあ何も見えないけどな。あの颯があんなに取り乱すなんてただごとじゃないぞ。そうまでして目を背けたい何かが。じゃあ謎があるから、じゃあそれは無意識して、これオレンジか黄色とは別、水色でしょ。はいはいはい、黄色とオレンジが別物なのか一緒なのかっていうのが分かんないな。数えよう。赤、別な気がすんな。黄色とオレンジ、黄色緑、赤黄色緑、紫、赤黄色緑紫、赤黄色緑紫、水色青かな。赤黄色が6色だね。これが黄色だと思うから6色でいいでしょう。6色です。はい、答え6です。6、何も起きない。あれ、数違った。じゃあ7かな。うん、数えるよりやった方が早かった。どういう仕組みなんだこれ。でもこれで先に進めそうだな。正しい道を見極めて第3ゲートにたどり着こう。ヒントは外から内へ。正しい道を見極める、どういうことだ。虹のあれだな、今右上にちらっと映ったけど。あ、赤オレンジ黄色緑だ。オレンジと黄色やっぱ2色あったのか。で、虹の7色だったんだね。赤、オレンジ、黄色。やめて、来ないで。今のライオンだよな。ライオン、どこだ？まさか何かに追いかけられてるのか？急いで見つけなくちゃ。緑、水色、青、紫。
ライオンちゃん、私はそんなんじゃないんです。本当の私はそんな皆さんが思ってるような。ライオン、怪我はない？やめ、これ以上はもう期待しないでください。やっぱそうだよね、ライオンちゃんはずっとそうだもんね。ライオン、俺に気づいてさえいなかったな。ライオンには何が見えてたんだ？この連れてくメンバーを一人でも好感度マックスにしておけばよかったかな。あ、みんな、一体どうしたんだ？そんな隅っこにしゃがみ込んで何か見えたのか？鏡に、やっぱり鏡なのか。それがユウ先生には何も見えないみたいなんだよ。嘘つくなよブラック。嘘なんかついてないよ。みんな鏡を見ようともしない。どれだけ怖いものが映ってたんだ。壊して回ろうか鏡を。そういえばカナタはここに来るまで見かけなかったけど。さあ私は見かけてませんが。他人の心配までしてる場合じゃねえんだよブラック。出口まで先頭を歩いてくれ。あ、いいよいいよ。あ、そうしよう。俺はブラックに捕まって歩く。っていうか最初そうしようって言ってたじゃん。私も。あ、かわいい。早くしてくれ岡田。岡田って呼ばれるのいいな、なんか。みんなが無事だったのは辛いけど幸いだけど、これは30分でクリアどころの話じゃなくなってきたな。かなた、どうした？お前には見えてないのか？クスクスクス。見せしめ役はかなただったな。誰？やあかなた。ひなた？もともとそういう、なんだろう、別の人格みたいなのを飼ってるからまた見え方が違うのかな。一方さなから、うえーん。よしよし、やっぱり何か手伝おうか。ヒカルくんも少し休むべきです。僕たちが交代しますよ。あー、いいっていいって、みんな疲れてるでしょ、休んでて。ルミ先生はこんなことになっちゃったけど私大丈夫だから。そう、でもじゃあせめてルミ先生の哺乳瓶に使ったメダルぐらいは出させてください。これではヒカルくんばかりが。だからいいってば、一つあればずっと使えるから。あー、あげとくべきだった。ひーちゃんも休まないとダメだよ。マリアたち、自分のことは自分でできるから。あ、それが嫌なのかな。大丈夫だって言ってるでしょ、私本当にまだまだ元気だから。もし何か遠慮してるなら気にしないで何でも言っていいんだからね。あんた何意地張ってんの。は、誰も意地なんか張ってないけど。朝からずっと一人でルミ先生のお世話して誰の言うことも聞かないくせに、誰かさんの前でカッコでもつけてるつもり。あんたが好きにするなら私も好きにさせてもらおうかな。私お世話されなくても大丈夫だし、それに別にお世話されなくても大丈夫なのは私だけじゃないみたいだし。あー、余計な。守くんたちもそっち行っちゃった。あんなの気にしなくていいよマリア、ちゃんと私が守ってあげるから。うう、ルミ先生も大丈夫だからね。マリアが変な気を聞かせようとしてる。メダルあげとかなきゃダメだったんかな。あ、でも全員出れた。ようやく出口だ。あれ遅いぞ、もうとっくに30分経ってるよ。あ、かなた、よかった、中で見なかったから心配したよ。お前もしかしてクリアしたのか。ん、うん、ひなたが一緒だったから大丈夫だった。メダルがこんなに、やるじゃん、すごいですねかなたさん。でも5人で入って1人クリアじゃ。しかしルミ先生が大変な中、私はただメダルを消費しただけ。皆さんに推薦されておいてこの手たらく、残念至極、自分が情けないです。仕方ないよ、みんな頑張ったよ。でももう一回行こう、もう一回入れるよ。ほらそろそろ暗くなってきたし休憩所に帰ろう。カナタなら無限にここで稼げるんじゃない。俺とカナタで2人でずっとこのラビリンスで荒稼ぎしようぜ。1枚多いデミ。え、確かに人数分だと思うけど。赤ちゃんのメダルは必要ないデミ。あ、ええー、赤ちゃんってルミ先生のことか。じゃみんなで赤ちゃんになろうぜ。確かに今のルミ先生がアトラクションでメダルを稼ぐなんて無理だ。せめてものの救いなのか。でもご飯も出るの。もちろん赤ちゃんもここから出るにはメダルが必要デミ。
でも参加料はタダで見よくあるね、赤ちゃんは入場料タダってそういう感じ。あれなんか静かだな、みんな疲れちゃった、すやすや、みんなもう寝ちゃったのか。それもそうか、探検隊とは言うもののみんな不安だし疲れてるんだ。テントの中に運んであげよう。問題は光なんだよな。これでよし、これ以上子供たちに負担をかけるわけにはいかない。やっぱり明日から探検隊をお休みにして俺がどうにか頑張らないとだよな。マリア、あ、マリア、ルミ先生はどう？ひーちゃんと一緒にすやすやだよ。そっか、昼間こっちはずっとヒカルが見ててくれたんだよね。うん、ひーちゃん、ルミ先生とマリアと、とにかくみんなのお世話してたよ。そうだよな、よくよく考えてみれば今朝ルミ先生用のお湯からミルクが作れる哺乳瓶もヒカルは自分のメダルで買ったんだった。そういうのこそ先生の俺がしっかりしなきゃいけないのにな。ゆう先生、他の子の様子も見てくるから、マリアも眠くなったら寝てていいからね。うわー、ほんとあげりゃよかったな。うん、分岐しそうだな、大丈夫？不穏すぎるんだがマリアが。あ、ゆう先生、守る、今日も一日お疲れ様。あの僕たち一つ謝らなければなりません。え、ちょっと守る、あれは秘密って言ったでしょ。そうは言ってもですね、やっぱり秘密はダメだ、よくない。何、どういうこと？もう私たち先生たちがいない間に第二探検隊を結成したの。第二探検隊？ちょっとその辺を散歩しただけ。ちょっとです、ほんのちょっと、遠くまでは行ってないです。それってみんなだけで園内を探検したってこと？なんでそんな危ないことを？生えてくんだって頑張ってるんだし、私お世話されなくても大丈夫だし、じっとしててもしょうがないでしょ。シャッターチャンスが呼んでて、ついお菓子が売ってるお土産屋さんが気になったのら。俺はママとお話ができるっていう電話が見たくて。使ってそうだな、お金。ごめんなさい、ゆう先生、ごめんなさい。ゆずりは、ヒカルのこと心配してたんだ。は？違うの？僕はてっきりみんなの世話を焼きすぎなヒカルの手を開けるためなのかと思っちゃった。ああ、なんとそういうことだったんですか。勝手に変なこと言わないでよ。そんな、そういうのじゃないんですけど、ダッサ。そうだよ、ここに来てもう3日だぞ。みんな自分でいろいろ考えて決めてる。当たり前じゃないか。でもだからこそ、俺が全員の意見をまとめてみんなでここから脱出するなんてできるのか、本当に。使ってないよね。ピンチなのが探検隊、第一探検隊組とひかるちゃんか。どうしたのマリアって言ってんのかな。ゆう先生、マリア知らない？うわ、なんか朝はこんなのばっかりだな。ヒカル、おはよう。マリアがどうしたの？いないの、どこにも。え、ゆう先生も探して。マリアがいない？まさかルミ先生みたいにマリアにも何かあったのか。寝ぼけてる場合じゃないぞ。マリアよりヒカルが危ないと思ってたら、自分が負担かけてるって思ってどっか行っちゃったのかな。かなた、マリア見なかった？マリア？ひなたが見たって。は？マリアは一人であっち行ったぞ、アトラクションの方。え？なんで止めなかったのよ。あんたは黙って見てたの？ひなたは止めたよ、危ないぞって。でもマリアには聞こえなかったみたいだね。そんなの聞こえるわけないでしょ。ぬいぐるみの声なんかが聞こえるのはあんただけよ。ひなたはぬいぐるみじゃない、ひなたは。ストップストップ、喧嘩してる場合じゃないだろ。マリアを探さなきゃ。ヒカル、追いかけなきゃ。じゃあマリアのところ行こう。かなた、朝ごはんが来たら先に食べてていいってみんなに伝えて。うん、
カナタも不穏なんだよな。一人だけ稼いでメダル。じゃあこのなんかなんだろう、ノスタルジーな感じの。ん？あ、マリア。うわ、寝取られた。カエル卵に。カエル卵も一緒に入ってたぞ。まさかマリアがさらわれたのか。追いかけなくちゃ。完全に寝取られてましたよ今。あははははは、かわいい。大丈夫、グニュってなった。大丈夫、ちょっと目の前がぐるぐるしただけ。目の前がぐるぐるって、そうだ、ヒカルはここに来てからずっとみんなのために働き続けてるんだ。無理もないよな。デミデミ、ここは黄昏横丁デミ。来たな、説明カエル卵。ここはメダル払うだけじゃなく、2人1組で手をつなぐのが参加条件デミ。日が沈むまでに出口に来れたらクリアデミ。日が沈むまで？キラキララビリンスの30分と比べてえらく大雑把だな。でもそれなら時間はたくさんある。ただし日が沈んだらゲームオーバーデミ。あー、ゲームオーバー？なんだそれ。そして脱出するまで絶対に手を離しちゃいけないデミ。もし途中で手を離したらブルブル悪いことが起きるデミ。これさ、マリアがさ、カエル卵と手つないでいったからさ、なんかマリア死ぬんじゃないか。なんだよ、どういうことなんだ。もっと具体的に。クリアできたらメダルいっぱい、山分けデミ。やはりいっぱい、レッツチャレンジデミ。でも欲しいな、いっぱいのメダル。メダル渡しとけよかった。ヒカルに聞いたでしょう、ユウ先生、2人いれば挑戦できるって。行こう。ちょっと待って。確かにマリアは放っておけないけど、ヒカルだってフラフラじゃないか。ゲームオーバーとか悪いことが起きるとか。ただでさえ今回のアトラクションはこれまでとは雰囲気が違うんだ。じゃあなおさらマリアを助けに行かなきゃ。マリアがそんな場所に迷い込んじゃったのは私のせいなんだから。ヒカルのせい？私がちゃんとマリアのことを見てなかったからこんなことになったの。マリアは一人じゃ何にもできない。それを放っておいた私の責任なの。私が助けなくちゃ。いやー、これヒカルちゃん以外の子を連れてくるべきじゃないか。このアトラクションに挑むにしても。ヒカルの言う通り、マリアを追いかけるか。確かにマリアを放っておいたら取り返しのつかないことになるかも。でもそもそもこんな状態のヒカルがアトラクションに参加することも危険だ。それに結局昨日だって俺はキラキララビリンスを攻略できなかったし。いやー、ヒカル以外の選抜1名、誰か優秀な子を連れてきた方がいいと思う。精神状態が今安定してる子。くそ、こんな時まで俺は迷ってばっかりなのか。誰だ、でも精神状態安定してる子は今。ユウ先生、もっと自信を持ってください。ここではきっと私たち大人が何かを選んで決断しなければならないこともあるでしょう。俺たち大人が選ぶ。そうです。その時自分の選択に責任を持てるように、その結果がいいものでも悪いものでも自分が選んだものを受け止められるように、そういう心構えがきっとこの先必要になります。ルミ先生、そうですよね。ユウ先生が来ないなら適当に誰か呼んで。いや、もちろんマリアは絶対に助けるよ。俺も行く。でもだからこそ焦っちゃダメだ。タイムリミットは日が沈むまでまだ半日の時間がある。だからまずは一回休憩所に戻ってしっかり朝ごはんで栄養を補給して、黄昏横丁の攻略隊を作ろう。お、そうだよ、攻略隊。キラキララビリンスではっきりしたんだ。ここのアトラクションはやっぱり普通じゃない。闇雲に挑戦してもクリアできないんだ。だから中で何が起きても臨機応変に対応できるようにしっかり準備してから万全の状態で挑んで絶対にマリアを助ける。これがユウ先生の提案、どうかな。分かった。でもあんまりのんびりはできないから、じゃあチケット稼ごうか、そのうちに。ああ。さあ、そうと決まったらまずはしっかり朝ごはんだ。それは本当大事だな。言っちゃったな、もう後には引けないぞ。でもあのまま何を選べないよりはずっとマシだと思う。でもベストだと思うわ、この選択は。ならせめて自分の選択を後悔しないようにできることは全部やってやる。絶対にマリアを助け出すぞ。
さて、朝ごはんも食べたし、黄昏横丁攻略隊を組まないとな。二人一組で手をつながないと挑戦できないという前提があるから、俺とヒカルで一組として、あと二組、四人集めれば、だいぶ心強い。先生、まどか、どうしたの？ふふ、とぼけて、お、まどかちゃん！攻略隊、私も入るです。え？もちろん嬉しいけどいいの？もちろん、きっとネタとスクープの宝庫ですよ。バズるところに私あり、音もするです、先生。まどか来るなら譲り派もお家。あ、なるほどね、仲良しだったからか。仲良しだったまどかが岡田のために攻略隊に参加した。連続フラッシュでいざという時に敵の動きを止められるかも。最後の自由時間が始まりました。この自由時間中に攻略隊をあと3人選び、黄昏横丁に挑戦することになるでしょう。子供たちは様々な個性を持ち、黄昏横丁攻略で大きな力を発揮します。なるべくいろいろな種類の個性を集めて挑むことをお勧めします。なお現在の攻略隊のメンバーは黄昏横丁前に集まるので、一度誘ったメンバーを入れ替えたいときはそちらで再度声をかけるといいでしょう。最後に画面左上にハートアイコンが見えるでしょうか。黄昏横丁ではこの元気がなくなるとゲームオーバーです。くれぐれもご注意ください。へえ、なるほどね。はい、じゃあちょっとね、次回、メンバーを決めていきましょう。ワクワクすんなこれ。ということで、ご視聴ありがとうございました。